はい、北島です。あだ名がないということなので、大学、中学校時代からずっとサブちゃんで呼ばれてるんですけどいい加減北島だからサブちゃんっていいかなんかこういい加減なあだ名をどうかと思ってるのでちょっと関係に触れそうなやつはやめましょう。あのいろいろと問題もあるんでね。あのなんかまあ適宜呼んでください。はい、質問者が決めるってことでいいんじゃないでしょうか。じゃあやります。ちなみに画面で見るのもかっこいいです。はい、どういうボトルの話をするかなんですけど、椅子が欲しい。あ、いや、いいよ。はい、科学論文のタイトルと概要を適当に短縮して、Twitter でつぶやくボットについて今から説明する。で、適当に短縮の部分を語るんですけど、これ出てるのか。じゃあ、字が小さくて見えない方は前の方にどんどん来てもらったらいいと思います。じゃあで、具体的にどういうのをやるかというと、これ今回の、なんだこの回の説明文、サイバーメディアセンターの菊池研究室ゆかりの学生たちが新聞で出かけてくれるニューニューニューっていうのがこうあるわけですけど、これを油ボットに書くとどうなるかというとですね、いやこうなる。サバメデータ、菊池研究室学生趣味ぜひ作る、ツイッター自動投稿プログラムボット、まあ、こんな感じにあの短くなる、超画期的なシステムを開発しましてですね、これについて今から喋るということなんですが、その前に、2つほど、別のボットについて話させてください。1つはクラボットと、呼びまして、これ知ってる人ほとんどいないと思うんですけれども、ツイッターってこう TW ノベルっていうハッシュタグって呼ぶんですけど、まあ、ああいうシャープ付けの何かをつけて、小説が投稿されるんですね。140字のものもあれば続きもののやつもあるんですけど、で、これに勝手に点数をつけて、つぶやくボットを作ってみたと。で基準は完全に文字だけで、初めて見た文字は新しい文字を見ると喜ぶ、それから、140字にできるだけ近いと喜ぶっていうだけの、ボットをやってみて、これ何が狙いだったかというとですね、カバンは、僕の好きな小説家の円城東さんという人がいるんですけど、そのあたりからのつながりでこう金子邦彦さんの、はい、ここで映ります、カオス紡ぐ夢の中でっていう本を読んで、その中に出てくる小説の、神仏史観というものに、小説自動生成プログラムが登場するんですよ。で僕は小説自動生成プログラムを書けないので、小説自動評価プログラムにしてしまえと。で、そういうものに評価された小説っていう世界は、人間じゃないやつに読まれてる小説はどういうふうなものになるのかっていうことに興味を持って、これでツイッター上の小説が変わったらこれかなり画期的じゃないかと思ってやってみたわけです。でこう結果どうなったか、世界は変わったのか、怒られました。どうも人間って、まず一つ怒られた理由は、あのハッシュタグ付きでつぶやいたので、こいつがほとんどで埋まってしまって、まずそれで怒られて、それから点数つけたんですけど、なんだこのボットは俺の小説に点数をつけるなって言って怒られて、なんて言えば、まあ、結果としてはですね、特定の集合を機械的に怒らせることになりました。これが成果ですね、このボットので。次、これはさっき言ったはやぶさボット、今までのところ質問あったりしてもどうですか。はい、次、はやぶさボットです。これはもうちょっと真面目なやつで、大阪市立科学館の広報用に作ってくれと依頼されて、まあ、有名ですね、どかは言ったはやぶさの地球基幹カプセルが、はやぶさ時代は燃えちゃったんですけど、その地球基幹カプセルが、オーストラリアに来て、それが船に乗って大阪まで来て、で展示されるという。いうことになったので、それをなんとかまあ候補してくださいということを菊池さんのお知り合いから依頼を受けまして、僕が受け負ったわけです。で報酬としては、野尻芳介さんっていう、まあ、これまた SF 作家のはやぶさについて語るっていうイベントがございまして、それがこの段階ではもうチケットも取れないし、行くのも1500、600円だとか2000円だとかかかるっていう状況だったので、くれって言ったらくれました。というわけで、それを報酬としてやると。で、裏の目的が2つほどあって、職に困った時に科学館に知り合いがいるともしかしてなんとかなるんじゃないか。
それから、もう一つはあの、ね、こう女の子とかかったりした時に何て言うんですか、まあ、じゃあ以降は飲み会で、はい、はい、でこれの結果、よくわからんあの多分役に立ってると思うんですけど、早押しは有名なのでこれでやらなくてもよかったんじゃないかって説あるんですけど、まあまあまあきっと役に立ったと信じて信じて、で報酬は無事いただきましたので僕にとってはよかった。あと何かあったっけ。あで、こう埋めるべき堀は多分別のところにあってですね、あの就職活動の初めにやった方がいいとか女の子と科学科に行くこと考えるもまず誘った方がいいとかいろいろ思うところはあります、はい、というわけで、油ボトのことあのあそこに出てるんですね。はい、まず油ボットの最近のつぶやきから、こういう発言をしました。カス、発信機同期時間つける境界地下付近計付近完結リブ意味が分かる、オリムマップ保存取り破壊。これちなみにここにいる人たちのうち、多分 5,6 人は特に2つ目の鳥がなぜ鳥が出てくるのかっていうことだけに疑問を持っててそれ以外で読めてると思うんですけど、一応これを解読できるようになってもらうっていうのがこの僕が喋るのの目的の一つです。次で、なんでこういうのを作ろうと思ったかっていう話なんですけど、今日ちょっと本持ってるの忘れちゃった、一つは自動翻訳ソフトによる昔話の翻訳、一回日本の昔話を、英語翻訳して自動翻訳ソフトをかけてで、それを元に日本語に戻すでやるとどれぐらいおかしくなるかっていう、これをアートとしてやった人たちがいてですね、この前の匂いを嗅がれるかぐや姫っていうのが面白いんですけど、ちょっと手元に本がなかったので、こっちをつけました。で、これ大変面白いので皆さん買うよ。でそれから、もう一個圧縮新聞、これ割と有名なボットなので知ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、各種新聞紙をどうやら新聞を読んでるらしくて、で、まあ、難しい話はしませんが、マルコフレンサっていうものを使ってですね、まあ、単語と単語が近くにいると、まあ結びつける、そういうシステムがあって、であの本当は長い新聞をギュギュッと圧縮してつぶやくっていうボットがあるんですよ。ここでは特に紹介しないので、皆さんツイッターやってるんでしょうから調べてください、はい、で要はこういう自動翻訳 と、なんだマルコフレンサを使った文章の圧縮っていうのがすでに技術としてあると。だったら僕たちが科学論文を日々英語で読んでいるんだから、あのもうちょっと気軽に科学論文にアクセスする方法として同じようなのができないかっていうよりは、自動翻訳で科学論文がぐっちゃぐちゃになるとこを楽しみましょうという、目的で作られました。で、機械がやるので、まあ、翻訳は人間がやるのは大変なので Google 翻訳さんが、どうも使いやすそうなのでやると。それから、さっきマルコフさんで単語と単語を結びつけるって言ったんですけれども、これ実装が大変面倒なので、あ一応言っとくと無理じゃないんですよ、僕ら一応その専門家なので、実装はできるんですけど大変面倒でやるということも知っているので、やらずに、ひらがなっていらないんじゃないですか、この中で大抵ですよね、はい、まあ、ご意見いただけたところで次で、カタカナもよくよく考えるとあいうえおとかつとかんとか伸ばす棒とかにほとんど意味はないんじゃないかと。それから、あと敵とか性とか我々とかもなんかほとんど情報ないので全部捨ててしまえと。それから、まあ、科学論文読んでる方知ってると思うんですけれども、タイトルとそれからその下にアブストラクトっていう、まあ、概要がついてるんですね、その論文全体の。その第一文っていうのはほとんどタイトルを言い換えてるだけなので、まあいらないんじゃないというわけで、こう消してしまえということで、言ったわけです。次、技術的なことをちょっとここはあのやや専門的な話になるので、プログラミングやったことない人は聞かなくてもいいです。こういうことを書くと喜ぶ人材が一部たくさんいるっていうことをあの知っておいていただけると嬉しいです。で、ガンガンいきます。Ruby かわいいグループということで、まず僕はさっき PHP っていうプログラミング言語ができたんですけど、僕は Ruby っていうものを使いました。で、Ruby 使うととても簡単でですね、まずひらがな全部消すっていうのは、これこの行書くだけで済みます。ある持ってきた文字列に対して、あからうまで全部消せる1行で、それから Twitter への投稿っていうのは、まあ、ライブラリっていうとちょっと知らない人はあれなんですけど、まあ、いや知ってる人向けだと思って喋ってしまう、大変簡単に、これまた Twitter も1行ぐらいでポンとつぶやけてしまう。
それから、Google 翻訳もやっぱり1行ぐらいポンとやる方法が Ruby にはもうあるし、さらに、URL が各論文集のアドレスも、調べてみたら4行ぐらいで書けるという方法があるので、ここまで全部合わせて5行で、今言ったことが全部できる。Ruby 素晴らしいじゃないですか。というわけで、Ruby の宣伝でした。で、一番下で、じゃあ論文を読んで、タイトルとアブスト、概要をどうやって持ってくるのかという話なんですけど、それは、各論文仕事に構成が全く違うので、自分の手で頑張るという方法でやっております。はい。で、ダブラボットによってさっき言ったひらがな消す、カタカナ大体、カタカナの母音と伸ばす方とか、ちっちゃい数とか消す、それから敵とか性とか消すとかっていう話を、サイエンスルインっていう言葉に対してやってみると、カタカナがだいぶ消えて、こうなる。さする。これが皆さん、さするっていうカタカナの道に見たらサイエンスルインと思ってます。はい、次。もし高校野球の女子マネージャーがドラッパーのマネジメントを読んだら、これをアブラボット変換するとどうなるか。高校野球女子マネージドラカマネジメント読む意味はよくわからないけど、これを読んだら大体上が想像できるんじゃないでしょうか。今の皆さんが完全にわかるよ。完全にわかりますよ。完全にわかる。あのもしとか重要な部分が抜けてるで気がするしますあの気のせいです、はい、でさらにいきましょう。スタジオジブリの名作、これ変換していきます。はい、風谷なしか誰、天空城ラピュタ、これはわかりますね。トトロ完璧で、ホタル墓、魔女宅急便として、紅の豚、天聖さぬき合戦、ポンポポ、耳を澄ませば、もののけ姫か、ほうほう元気の隣の山田くん、千と千尋の神隠し、猫の恩返し、ハウルの動く城、ゲド戦記、崖の上のポニョ、借りて違う、パリ暮らしのアリエッティです。ありで、ゲド戦記はそのままゲド戦記完璧ですね。これ以上は質となりますタイトルして完璧ですよ。で、問題これです。これあのこの空間は何かというと重ひでポロポロですあのまあ見なくてもいいかなってことはい、いろんな方々の反応を並べてみると、はじめジョブのそばで作ったわけですよ。あの変な日本語変換かかると嬉しいかなと思って、そしてやってみたら、意外に役に立つと。内部の方々から俺はこれを読んだら論文をよくチェックするようになりましたとかですね、効果には個人差があります。で、それから漢字は大変優秀であるということも分かりました。で、漢字が優秀なだけじゃなくて、だから中国でもいいんじゃないかっていう説があるんですけど、それだけじゃなくてですね、実は外来語っていうのをカタカナで表現するというのはどうも大変重要であるようで、後で見るんですけど、あのひらがなはほとんど情報がないから漢字でよろしい。だけど外来語は専門用語で残してほしいので、それはカタカナを残せば大体 OK。 というわけで、このなんていうんですか、漢字とカタカナっていう文化は大変素晴らしくて、多分自然言語でこの外来語を文字種だけで、拾ってこれるのは日本語ぐらいしかないんじゃないですかね。あと僕が知ってる言語でもう一つだけ、あの語形から完全に判断できる言語が一つあるんですよ。それ自然言語じゃなくて人工言語なんでダメです。というわけで、日本語は大変素晴らしいという話 と、意外と役に立つものになってしまって、ネタな機能を追加したら怒られたというのがあります。で、改良すべき点もいくつか見つかってですね、まず変丸鍵括弧が続くと全く文章として無意味なので、これはどれか消せばいい。それから2個目は重要で、イオン全部消えるんですよあの銀イオン銀になったらさすがに化学の文字どうかっていう話もあるので、ここだけは直しました。はい、で、現状は、6つの論文集を、取得しております。で、月曜から土曜の8時から8時に、30分に1回つぶやいた。それから、ソースコードは260行。これを多いと思うか少ないと思うかは個人によるんですが、試しにやってみるには多分いい、課題だと思うので、皆さん Ruby を使って Twitter ボットを見ましょう。それから現在38人からフォローされています、これ今日喋ったボットの中で圧倒的な少数精鋭なので、これをフォローしてるっていうことが何らかの情報になってると思う。